ウェブスピードスペシャルショップインフォメーション。プロショップスクリーン。宮城県富谷市は仙台市と隣接するベッドタウン。ここから全国に情報発信を行うプロショップスクリーンは、最新機材を備えたピットと先進の技術力が売り。 D2 ジャパンについては後ほど詳しく述べましょう。 GR スープラや GTR86 などデモカーも絶えずチューニング紙をにぎわせています。スープラ RZ は佐々木正弘ドライブで、都合1分29秒724、つくば59秒182、鈴鹿2分13秒368をマーク。 Z34 は前島修司ドライブで、つくば59秒401、鈴鹿2分14秒780を刻んでいます。いずれもラジアルタイヤでのタイム。そして86は青森スピードパークで、佐々木正弘が1分5秒8、鈴鹿でも蒲生直也が2分10秒795とレコードタイムを樹立。まさに実力派のショップなのです。そんなスクリーンの日常を覗いてみましょう。 CRG ではレカロシートの取り付け作業が行われていました。お客様からの要望がありましたので、あとスペースは1枚分高さを調整します。うちがそのレカロを取り付けるにあたってなんですけど、うちオリジナルとしてやっているところに関しては、その取り付け時の調整の回数はもうお客様が納得いくまでしっかり調整いたします。あとそれからなんですけど、これ見てほしいんですけど、あのここレカロ標準でついてくるのは普通の鉄のボルトなんですよ。で錆びてしまって結構見た目悪くなってしまうので、うちはこれうち実費で負担してステンのボルトに交換してます。うちはこういうところ細かこだわってやってますので、ぜひレカロを検討されている方はご相談いただければと思います。マーク X ではダイナパックを用いての ECU セッティングがなされていました。 3.5 リッター自然吸気エンジンは最終的に321PS、 41.6 キロのハイスペックに。まあセッティングツールはですね、このサードのキューブっていうのを使ってます。マーク X、クラウン、あとレクサスの IS とか、その辺、まあ 2GR 乗っかってるエンジンですと結構いろんな車ができたりします。はい。でソフトを使って馬ロガー取りながらデータを書き換えて、まあ、また入れて回して入れて回しての繰り返しです。リアルタイムではセッティングできないのでちょっと時間はかかりますけども、まあ、これでいい絶対が、まあ、減少すると煮詰まってきますので、このようにあの馬力はちょっとずつ上がっていきます。なんで、まあ、吊るしのデータよりはあの減少合わせした方が調子はいいです。でこの車もお客さんがあの自分でマフラーをちょっとテールを太鼓なしのちょっと直感タイプにしたりとか、触媒はついてるんですけど純正の、あとクリーナーもノーマルなんですけど、パイピングだけちょっと太いやつ、サクションパイプだけ太いやつに変えたりとかしてるんで、その辺が多分お客さん一番気になるところなんですよね。コンピューターやらないと。そのために減車合わせをして、まあ、そのズレをちょっと調整してあげるっていう感じでセッティングをしてます。ピットの奥ではエンジン、ミッションなどのオーバーホールも行われています。では今うちで多いのが、まず RB26 ですかね。あとは 86FM20 がメインになってます。まあ、基本的にオーバーホールのついでに、まあ、このお客さんもそうなんですけど、まあ、HKS の、まあ、ステップ2ですかね、見えて外れたを一緒にやるっていうような形でやってます。綺麗で居心地の良いショールーム。ライトなものからハードなものまで、最新のアイテムやスポーツホイールが見やすく展示されています。千葉代表に T
定番人気の品々を紹介いただきましょう。ですね、最近、うちでは人気のパーツがここにずらっと並んでます、はい、でまずこっちからなんですけども、HKS のこれは GT3 の RS のキットなんですね。でまずここからこのターボとこっちのスーパーチャージャーの説明しますね。これが正直うちでは今ちょっと一番、まあ、作業のメニューが多い、商品になります。でこっちのターボはですね、ちょっとノーマルエンジンにはちょっとでかいんじゃないかなと思うぐらい450馬力の風量を持ったカーリーです、はい、でこれはどっちかっていうとエンジンをやったお客さんにお勧めしてます。で最近出た4135と4525というタービンはノーマルエンジンでも対応してますので、こちらでしたらボルトンで大体300から350ぐらいのターボキットで、こちらを結構今お勧めしてよく売れてます。これもでこっちはエンジンをやって次のステップって感じですね。って感じでこっちを選んでもらいます。でそこに入ってくるのがこのスーパーチャージャーなんですけど、これはあの街乗りの人なんかはこれもう空昔からもうレスポンスビンビンです。これこの86にこのチャージャーつけて空昔した人は分かると思うんですけど、もうあの NA の超ハイレスポンス車に乗ってるようなレスポンスが味わえます、はい、ただピークパワーだけ考えるんだったらターボの方がいいです、はい、そんな感じの使い方でここは、皆さんによく説明してます。あとはここにある最近人気なのがうちのスバルのやっぱりあの VAB という車のターボキットとキャタライザーですね、ここも結構人気で、まあ、これにコンピューターチューニングを一緒にセットにした ECU テックもセットにしたメニューもやったりしてます。でやっぱターボをスーパーチャージャー組むとエンジンの耐久性がなくなってくるとか、やっぱり10万キロ走ったからそろそろオーバーホールっていう方にはこの86の 2.1 リッター HKS のキットですね、かき浮きつけてる方はこのローコンプキットをつけてもらえると、これもまあボアはそのままでストロークだけ上がってます。なんでボーリングする経費はかからないんで、これだけでまあ大体腰下は450ぐらいから500ぐらいまで、馬力が耐えられます。であとですね、よく人気なのが、まあ、コイルも人気なんですけど、ここにですね、まあ、最近また SR と思うんですけど、最近シルビアの S141 を買ってくる若者のお客さんが多いです、20代の、はい、でやっぱり距離数がすごいです、20万キロとか、この前来たお客さん28万キロ走ってたお客さんがいらっしゃいますね。でそういう方たちもやっぱりオーバーホールして長く乗りたいとか、でそういう方が多いんで、そういう方のためにこういう、まあ、HKS の 2.2 リッターのキットなんかを使って一緒にオーバーホールもこれでやって耐久性をぐんと上げてあげれば、後々でかいタービンつけてパワー上げても十分対応できます、はい、なんでそんな感じで最近すごい人気なんでちょっと、展示するようになりました。でタービンも、これも出たばっかりなんですけど、前にあったあの2530っていうタービンの進化系で、これも GT の4135っていう HKS のターボですね。だいたい300から350馬力というタービンです。今たまたまちょっとキャンペーンやってて EVC 付きで今とこの22万なんて出してるんですけども、だいぶお得なものです。でこれもやっぱり低速トルクが、かなりありまして、ターボつけたからってなんか低速トルクがなくなるかっていうとそうでもなくて、まあ、ちょうど S15 のノーマルタービンと低速トルクは一緒で、上のパワーはもっと伸びますって感じの感覚のタービンです。あとはもううちはですね、よく売れるのが、まあ、R35 もよくやるんで、 R35 のミッションのそのアッパープログラムってやってるんですけど、その時に一緒にこうオイルパンをまあ変えて、こういうビレット系のオイルパンにして容量もちょっと増えます。でやっぱりあの見た目も青でかっこいいんで変えたりとかするパターンが多いですね。あとはですね、86だけじゃないんですけど、あの LSD をやっぱり組むことが多いんですけども、 LSD はうちはもうクスコの LSD が大人気です、はい、で特に86はこの 1.5 か 2A 選べるんですけど、まあ、さっきとユースのお客さんは 2A を選んでもらってます。で街のお客さんは 1.5 選んでもらって、まあ、その時に一緒にこのディスタンスカラーというのをつけてやるんですけど、86はもうバックラッシュが LSD つけるとすごい大きくなるんで、こういうのを一緒に組んでます。あとはデフがちょっと動くんですね、ノーマルがブッシュがやっぱりへたってくると、その辺を動かないようにするためにブッシュカラーなんかも一緒につけてます。
前後ともデフのマイクの仕様ですね。でドライブシャフトのところにあのブーツがよく壊れるんですよ、86は後ろの左の内側かな、そこをこれでこうカバーする。今日はマフラーの熱がいで壊れるんでこれでカバー一緒につけてあげる。でこの辺はもうデフ入れた時についでにやれるものなんで商品代だけで済みます。ディスタンスカラーは別なんですけども、でその時に今度デフのケースがこの通りクスコから出てまして、これも容量が確かコンマ5だから1リッター多くが入ります。でやっぱ物も削り出しで、フィンも入ってるんで、軽いですし、つけただけでちょっと冷えます、はい、さっきと行くと結構分かります。それが理解には D2 ジャパンのオフィスも、製品が展示されている1階ショールームで月崎営業部長に話を伺います。 D2 ジャパンは飾ってありますこの車庫帳とですね、ブレーキキットの日本の販売代理店として展開しております。その中で、例えば車庫帳は、86からですからね、ジャパンオリジナルのセッティングを、取りまして、ここは宮城なので、スポーツランドスゴーですとか仙台ハイランドをメインに、サーキット走行をしながら、商品に、フィードバックをしていくという作り方をしております。でメインではですね、佐々木正弘選手に、ドライブをしていただきながら、改善点をいただいてそれをフィードバックしていくという形で製品作りを行っています。スープラ、90スープラも商品化いたしましたし、今はジアデアイスをですね、テストを行っている最中です。例えば、ブレーキキットなんですけれども、メインとなる商品がアルミ単造の、この一体型のモノブロックと呼ばれる形状ですねを採用しております。で、サーキットはもちろんですけどもストリートでも安全安心に止まっていただけます。車庫帳に関しましては、ストリートモデルからですね、ちょっと見づらいですけどこのサーキットメインの鉄板式なんかもご用意しております。走行するステージに合わせましてお客様の、に合ったですね商品をお選びいただけます。もともとはですね、ヨーロッパのパッドを使っておりましたので、ちょっとダストが出る傾向にあったんですけれども、日本のパッドメーカーさんにご協力いただきまして、今、マザーを4種類ご用意しております。なので、ダストの出ないストリートパッドから、さらに制動力の高いサーキット用までですね、お客様のお好みに合わせてチョイスしていただければと思います。デモカーの紹介です。まずは86、デビューしてすぐに、購入しまして、まずは、NA で、筑波最速をちょっと目指して、スーパーバトルなんかにも確か1年目から出て NA の最速を取った記憶があります。ある車です。そこから、その当時は仙台ハイランドがあったんで仙台ハイランドで実は買ってすぐにかなりサーキットで煮詰めて走り込んでセットアップ出して筑波に持っていったら、4秒台が出たっていう車です。NA でだいたい2年3年ぐらい走ったんで、じゃあもう下級機つけちゃおうかなっていうので、当時意外にあんまりやってなかったですよターボが。なんでターボを選択してターボ化しました。2リッターベースでやった頃にだいたい350馬力ぐらいで、その次 2.1 リッターでもうその時で確か500近くは出したはずです。はい、タービンもそこから始め TD06 の 20G ぐらいから始まって、ちょっと大きめの 25G かなんか行って、今ちょっと最終形態なんですけども、後で見せますけども、どんどん進化させていった車です。はい、で今どうなってんのっていう状況なんですけど、まずエンジンから見ていきたいと思います。じゃじゃーんこんな感じです。結構レブスピードの読者さんなんかは見たことある方もいらっしゃると思うんですけども、去年の筑波スーパーバトルもその前の年も、このエンジンこの仕様で走ってます。もうすでに今エンジンが 2.2 リッター化されてて、ちょっと FA20 のネックでもあるやっぱどうしてもヘッドガスケットが抜けやすいエンジンなんで、
オープンデッキの、まあ、車をちょっとクローズデッキにして、まあ、ガスケットの密着を上げてるって感じですかね。あとはヘッドボルトとかそういうボルト類は全部伸びないようなちょっとあの材質の硬質高いものを使ってエンジンは組んでます。でそれでタービンも、まあ、ちょっと3機目なんですけども、今これはもう HKS のですね GT1000 プラスっていう、まあ、R35 に使ってるキットの型バンク分のターボです。なので1個で風量はだいたい600馬力はあります。はい、でそれで今火球だいたい 1.5 か6ぐらいかけて、まあ、約570から80ぐらいのパワー出てます。もうすでに、まあ、1.5 とかでそんなに出るのって皆さん思うかもしれないんですけど、この FA20 は結構蘇生がいいんですよ。正直自分の中では今まで EJ20 とか昔の GC8 とかその辺で、あとはまあレガシーの PH とかも結構いじって 2.2 リッターにとかして触ってきたんですけども、まあ結構ブーストガンガンかけてってもやっぱり頭打ちが結構早いエンジンなんですよね。なんでそこから比べるとこの FA20 は全然蘇生は私はあの EJ20 よりは上じゃないかなと思ってます。これがですねトラストのキットのインタークーラーでランエボ転用なんですけども、タイプ24ってコア使ってるんですけど、まあ、ここのインタークーラーのサイロタンクのところにエアフローつけてます。ちょっと、なので径も若干変わってます。でエアフローは VAB を使って、まあ、ちょっと測れる電圧とちょっと容量大きいエアフローなんで、そこでエアフローも使いながら、あとは、まあ、パイピングもこれ全部ワンオフで作ってます。そしてクリーナーもここではなくて、よくキットだとここにクリーナーついてるんですけど、インタークーラーのここまで出しちゃってますクリーナーは。はい、でこう前の方から見るとここにもなんかいろいろ見えるんですけど、これはもうミッションのオイルクーラーですね。でインタークーラーが来てクリーナーが来てこっちに今度エンジンオイルクーラーが来ます。はい、まあ、とりあえずクーリングはあのこれでもかっていうぐらいやらないと、連続周回ができません。はい、あのやっぱテストの時に数号なんかをやっぱり連続で5周ないし8周とか全開しますんで、やっぱ水温とか油温は上がらないように、あとミッションの温度も上がらないように一応対策してます。クーリング関係はあとはまあ後期用のサージタンクにして、まあ前期は樹脂なんでこの樹脂がブーストガンガンかけていくとちょっと歪みます。なんでその辺の対策も兼ねて、後期はアルミの鋳物なんでまずフランジが歪むことは一切ないです。多分2キロかけても歪まないと思います。はい、あとはちょっと特徴的なのがこのですねアクサンプってちょっと皆さん見たことないかもしれないんですけども、これはですねちょっとまあ日本ではなくてアメリカでは結構主流というか、まあ皆さん結構知ってるものです。日本ではあまりこう目にかかることないんですけども、まあ、ちょっとオイルクーラーの配管にちょっとバイパスさせてここにオイルを溜めてます。半分ぐらい、そしてエアーの圧も入れて今もう圧10キロとかかかってるんですけども、走るときは弁を開けちゃいます。開けてもう油圧が下がったらこっちからオイルを油圧かけてやるお助けくんって感じですね。だから、まあ、セミドライ散布みたいな感じの感覚と思ってもらっていいです。でスゴーみたいな最終コーナーでものすごい G かかるんですね。 10% 上っていくんですけども、まあそこで油圧系の針がやっぱ見てるとこうやっぱり結構こう0と5を行ったり来たりこうするんですよね。それが、これつけることによってピタッと収まります。6キロぐらいでピタッといきますので、コックピットもご覧ください。この通り見てもらうように、ロールバーとかそういうのは一切、つけてなく、まあ、軽量化はしてません。まずトラストのメーター今主流ついてますね。油温、水温、油圧っていう順番でつけてます。はい、でこっちにブースト、あとはこれ両方つけられるあのシリウスユニファイっていうメーターなんで電圧も見れます。はい、あとはですねちょっと実際電源を入れますね。こんな感じでスターティングやって、ここに、まあ、ブーストコントローラーですね、EVCHKS のこれも一応マップモードを使って、結構きめ細かくセッティングしてます。これは一応 AF とノッキングを見る AF ノックアンプ、
あとここについてるのが、まあ、D クーラーなんで、これはデフクーラーですね。これ連続周回するときデフの温度上がるんで、これはオンにして走ります。あとピットオンとかっていうのも、まあレースとかこの辺でピットで一応これスピードが40キロだったかな、60キロとかで止まるように設定してます。それ以上スピード出ません、ここ押せば。でその横にあるこれが、この車では多分一番高い部品なんじゃないかなと思いますけども、ホリンジャーの、H6S っていうシーケンシャルミッションがついてます。なぜこれに至ったかっていうと、ここまでの仕様になってくるとノーマルミッションが、正直ブースト1キロもかかんないうちにすぐ破壊されます。現にやっぱシャシダイナモでブースト 1.2 でミッションバラバラになったこともあります。でその後に、ノーマルケースに強化ギアを組んだりとかして、強度を上げたミッションを使って、それこそスーパーバトルで、2年連続走ったんですけど、2年連続完走できないっていうことが筑波のスーパーバトルでありました。もう本当嫌になってミッションに流されてホリンジャーを選択してつけました。でそこからやっぱりいろんなサーキット、筑波行って、筑波ももう2年目走る、2年、まあ去年も走れまして、今年も走って、去年も走れて、あとまあスゴのテストなんかもいい結果が出て、鈴鹿なんかも自分たちがやってる RH9 っていうクラブがあるんですけど、そこで12月に毎年恒例のタイムアタックをやってるんですけど、これでもう2年連続持ってったんですけども、ちょっとずつタイムが伸びていって、今2分10秒ぐらいまで、出まして、まあその時ももちろんミッションもトラブルなく、エンジンもトラブルなく走り切ることができました。レスポンスです。ですね、クラッチがですね、オグラクラッチのツインがついてます。フライフルも軽量タイプなんで、結構レスポンスはいいと思います。はい。フットワークはどうでしょう。まずはダンパーなんですけども、これはうちでやってる D2 ジャパンのダンパーで、スーパーレーシングといって、まあ、3ウェイのダンパーついてます。まあ、伸び縮み個別で調整できるというのが一番の特徴ですね。あと応用ベタン式なんで、やっぱり調整の幅がかなり広いというのが一番特徴があります。あとバネのセットはですね、今、まあ、ちょっといろいろ試して12、14とか、14、14とか、しばらくは14、14で決まってたんですけど、最近14、16ないし14、18になったりします。やっぱちょっとパワーが出てきて、やっぱ路面にちょっと押し付ける力を強くもっとしたいっていう、トラクションがやっぱりかかりがやっぱりいろいろレートを上げた方がいい感じの方向に行ったんで、ちょっと後ろ今上げてます。あとですね、まあ一番の一番売りなんですけど、まあこのブレーキですね。はい。じゃこれは一応新作のですね、今年の頭に出たばっかりの、まあ、単造モノブロックは一緒なんですけども、単造モノブロックにさらに削り込んで、作った、まあ、ホローキャリパーという名前で、ね、売り出してます。はい。でやっぱ特徴あるのはこの上の、ブリッジをちょっとつないで強度を上げて、さらにこの軽量っていう、まあ、ちょっと軽くなってます、前の単造よりは。はい。で一応ローターは同じものを使ってます。これ356ローターで、フローティングタイプになりますね。でスリット入ってるタイプです。これは一応選べます。スリットかドリルドは選べたりします。はい。で後ろに今度行ってもらって、あれ後ろローターでっかくないと思われるんですけど、後ろもローター同じ径です。356です。キャリパーとパッドのバランスでちょっと取ってるもんですから、後ろのローター径はうちは推奨356で皆さんに言ってます。これがまた380とか400とかになると後ろちょっとちっちゃくしたりするんですけども、基本86は前後同型のローターサイズを推奨してます。
でキャリパーは同じくこれも、単造モノブロックのホローキャリパータイプで、つけてますし4ポットですね。続いて2台の GR スープラです。ちょっとこっちのシルバーの方は RZ、6気筒の3リッターのターボのモデルですね。これもですね、まあ、筑波走らせたり、スゴも何回か走ったりしてます、はい、タイムも筑波で1分も切って59秒1ぐらいまで行ってる車です。で仕様まだエンジンノーマルでブーストアップ、コンピューターこれも、ECU 鉄球のを使って、まあ、エクテックを使って結構いろいろやり込んでます、はい、であとはイングスさんのエアロレボリューションのボンネットついてますね。あとはこれもですねブレーキ356、さっき86で説明したような356前後のブレーキがついてます。で足は D2 ジャパンでやってる、まあ、佐々木雅選手と共同に開発したマサスペックっていうのが入ってますね。ちょっと特徴的なのが後ろはこれですね EPB って言ってブレーキキャリパーがちょっと特殊なんですけども、これはサイドブレーキのモーターもキャリパーの後ろにつけて、サイドブレーキをこのキャリパーのパッドでこう挟むっていう構造になってます。通常普通の車は中にインドラが入っててそっちがサイドブレーキなんですけども、これはインドラないタイプなんで、EPB キャリパーを使ってキャリパー側のモーターを使って後ろで挟んでるって感じですね。あともう1台の方 SZR なんですけども、こっちはこっちですごい楽しい車です。パワーはこっちが500ぐらいでこっちが300ちょっとなんですけども、結構走るとこれはこれで楽しい車です。でこれはエアロはレボリューションのエアロが全部ついてます。あとはこれもコンピューターは、ECU テックを使ってセッティングをしてます。あとマフラーがですねこっちはですね RH9 のチタンマフラーがついてます。で SZR はそのマフラーは出してないんでこれ合わないです。マフラーは4気筒と6気筒はよく皆さん合うんじゃないですかって言うんですけど、キャタライザーの形状も全然違うんでキャタの後ろから交換するんですけどマフラーは合わないです、はい、RZ は RZ、SZR は SZR 用で、車種別になってますね。で RH9 では一応この RZ 用は出してますフルチタンで、はい、でこっちの2リッターの方は HKS のこれがですねスーパーターボマフラーっていう名前なんですけども、あれなんか形ここに穴開いてないじゃんっていう思うんですけど、これ実は輸出用のマフラーです。これ国内では販売してません。はい、スープラ出た調書に確かオートサロンかなんかに間に合わせるためにだけにちょっと HKS からちょっと無理言って作ってもらったマフラーです。なんで車検対応でもはないんですけども、まあ、そんなに音もうるさくなく、はい、まあ、テールもいい感じで、ちょっとチタン色になっててかっこいいです、はい。まあ、ちょっとスープラ熱が冷めてるじゃないかって時々言われる時もあるんですけども、うちは全然冷めてなくてこの通り2台まだずっと持ってます。で特にですね6気筒はやっぱパワーを楽しむ車と思ってもらった方がいいと思います、はい。でもうブーストアップで正直結構ビビるぐらい速いです。500馬力超えてトルクも80何キロ出ちゃいますんで、ただこっちなんですよね SZR っていうその4気筒の方がなかなか微妙な位置に今あると思うんですよ。実はちょっと峠行って遊んだりちょっとミニサーキット行って遊んだり、まあ、スゴーなんかも全然楽しいんですけども、そういうちょっとしたところで遊んで、まあ、連続周回も結構できますんでこっちだと。で足もうちの足結構値段も買いやすい足ですし、結構セット出てるんでミニサーキットなんかこのままポーンと行っても結構楽しめます、車重も軽いんですんで、ぜひぜひ皆さん SZR を買ってサーキットに行きましょう、はい。あれ？ZC33S スイフトスポーツですが、こちらもデモカーだったりします？ ZC33S のこの方から、実はデモカーを初めて導入しました。なぜかっていうと、これが実はターボになったんです。実は知らなかったんですよ、導入した形が。これもスコマのスーパーハードルかなんか行った時に異常に速いスイフトがいっぱいいるぞっていうのはちょっと初めて見て、あれ結
くの速いよねっていう、もう4秒3秒で走ったんですけど、それでいろいろ興味があって調べたら、まあ、いろんなチューナーの方がやっぱりすごく注目して、はい、で、ハーブだったり、それは速いよねっていうのをから、自分で導入しまして、まあ、今、いろいろパーツ作ってるんですけども、まあ、バンバン、チューナーのストリート用をちょっとベースに、まあ、若干サーキットに作った、正直86の NVM に乗るよりちょっとこっちの方が賢い気がします。車重も軽いんで1本振ってるんで結構楽しい車だと思います。でやっぱりターボなんでこれからチューニングを進めていくとアカウントに変えたりとかこの、まあ、タワーエリッターから昔エリッターを使ってコンプレーターチューニングを進めていけばうちの電話も結構出番もあるのかなと考えて黒ショップスクリーンについて千葉代表にさらに伺います。もともとここのお店をオープンして今17年になるんですけども、立ち上げた当初、いろいろ考えたことはやっぱり、まあ、プロショップスクリーンという名前で始めたんですけども、やっぱプロ意識をやっぱ強く持って、まあ、ちょっと差別化じゃないですけどやっぱり あそこに頼めば安心だよねっていう感じのチューニングやカスタマイズを目指して一応やってはきたんですけども、でやっぱりハード系のチューニングっていうのがこう前面に結構出てたですね。もともとスクリーンっていうのはもう創業25年ぐらいになるんですけども、まあ、そういうふうにエンジンとかそういうのばっかりやるってい こうイメージがあったんでその辺をもうちょっとライトな方にこう行くようにまあ、そんな感じでこうストリートのお客さんをどんどん取り込んでいけて車ってもっともっと楽しいんだよっていうのを教えていきたいなっていうのがまあコンセプトというかから始まりまして、もう17年まあこの宮城の地でやってるもんですから皆さんご存知のようにずっと安定してやれたこれたわけではなくてですね、2011年の3月にやっぱでかい 3.11 の地震がありまして、そこが正直すごい転機ではありました、はい。自分のやっぱりこう一緒に仲良くやってたお店4軒で実は仙台ハイランドで壮行会をやってたんですけども、まあ、そんなやっぱ地震があったりとかしてそれもできなくなっていってだんだんにやっぱりこうお客さんもちょっと車のチューニングっていうのがちょっと、なんかちょっと遠ざかっていった部分があったんですね。なんでそういう部分もあってちょっとこう平坦な道のりでここまで来たわけではなくていろいろ山あり谷ありでやってはきたんですけどもやっぱりそのブレなかった部分っていうのがオープン当初やっぱりからずっとブレずに心がけてやってきたことが、まあ、一つありまして、まあ、常に我々はやっぱりそのコーチ以上の仕事をするっていうのが、常に目標としてぶれない部分でやってきました。なんで、まあ、お客様から1万円のコーチをいただいて、まあ、常に1万5000円の仕事をしよう、2万円もらったら2万5000円の仕事をしようっていうのがずっと心がけてオープン当初からやってきてぶれない部分ではあるのかなって思ってやってきました。お客さんたちにもそういう部分が分かってもらえたから、まあ、こうやって17年やってこれたのかなっては思ってます。タイムアタックとかっていうのはそこの FD から始まったんですけども、その前はやっぱゼレオンとか、仙台ハイランドのゼレオンとかそういうのもいっぱい、散々やってきて、やっぱ常に目標とするところはそのクラストップっていうのばっかり、考えてやってきました、はい。でこのドラッグレースからやっぱりそのサーキットの方にスイッチしていって、じゃあ車何がいいかなっつって FD で始めて、やっぱり初めポーンってつくば行った時も簡単ではないなっていうのがすごい実感しました。まず1分切るのがこんなに大変なんだっていうのが、雑誌とかそのスーパーバトルのビデオとかよくレブスピードのやつ見てたんですけども、皆さん簡単にこう切ってるようにこう自分には見えたんですよね。なんですけど実際行ってみるとこれが1分切りっていうのがものすごいつくばって大変なんだなっていうのが実感しました、はい。そこでかなり勉強させられたことがやっぱありまして、まあ、スーパーバトルの前にテストしに行って、まあ、仙台ハイランドとか当時テストでよく使ってたんですけども、仙台ハイランドではいい結果が出るんですけど、いざつくばを持っていくとあれなんかセットが合わない、やっぱタイムも
1分切って59分ぐらいしか出ない、目標としている50、その当時56秒ぐらいを目標にしてたんですけども、55秒に入ればいいなと思ってたんですけど、56を目標にしてやってたんですけど、全然もう届かないようなタイムだったんで、あれって、まあ、そこで、まあ、その FD で、まあ、そのタイムアタックというかサーキットのこういろんなイロハをだいぶ吸収できて、自分もそうですけど、そのメカニックたちもだいぶ勉強にはなりましたね。あとは、まあ、コンピューターのセッティングが、まあ、うちの、まあ、得意とするところなんで、まあ、ロータリーなんかで、まあ、コンピューターをきっちりセットアップして、何周も走っても壊れずにセットアップできたっていうのも、そこでかなりノウハウを得た部分があります、はい。まあ、ドラッグレースっていうのはどっちかっていうと、その前にやってたのは、まあ、1年ないし2年エンジン持てば、あとはまた冬の間にまたバラして組んでっていうのをやるんですけども、どっちかというとそっち一発勝負の部分、サーキットやっぱりテストでロングもかけるんで、やっぱり壊れないエンジンを作るとか、壊れないセッティングをする、あとは足も、ね、いいセットを出すっていうのが一番、サーキットのそのタイムアタックとかスーパーバトルで勉強させられたなっていうのがあります。まあ、最高速もこれもかなり、奥が深いですよ、はい。スープラも実は2回ぐらい、自動車研究所って城里町にあるんですけども、そこに持ってってるんですけど、なぜか行くたびちょっと仕様を変えるんですけど、290キロの壁に阻まれて250キロを超えてません、RZ で。なんでその辺もやっぱりかなりこう空気との壁だったりとか、あとエンジンパワーがやっぱりそのエンドでのトップスピード部分でのエンジンパワーがちょっと足りないとか、やっぱそういう部分がどん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 見えてきている部分もあるんで、そっちはそっちでまた最近すごい勉強になっている部分でもあります。まあまあ、ちょっと新しいことなんでちょっと楽しいかなっていう感じでやってます、はい。まあ、うちの仕事で実は一番多いのはコンピューターチューニングなんですけども、さっきも多分マーク X の、コンピューターを触っているところを見てもらったと思うんですけども、やっぱそのチューニングの原点というか、まあいくらいい料理とかね食材があってもやっぱり塩コショウで変わってしまうのと一緒で、車もですね、いくらいいエンジン、いくらいい内燃機関があってもやっぱりその塩コショウで結構変わってきます。なんでやっぱそこが、まあ自分車乗り出した頃から、まあ初め実はキャブからスタートしたんですけども、その頃からやっぱすごいこだわってるところで、年長だったりとか点火時期だったりとか、まあ、今だとバレ対応をいろいろ見たりとかっていう部分が、やっぱその肝となる部分がいっぱいあるんですけども、そこをやっぱりこの最近ですと、まあ、よくフルコン、前はフルコンをよく使ったりとか、まあ、サブコンもそうですけども使ってたんですけど、今やっぱりキャン通信になってからは、まあ、また昔のロムチューンに戻ったような感覚でやってる感じですね。ただそのロムチューンの頃のパラメーターと今のそのパラメーターの数はもう何十倍、下手するとスープラにとっては何百倍みたいな、昔の本当シルビア180やれてる頃のパラメーターの数なんて、もうぶっちゃけ言うんですけど100もなかったんじゃないかなと思うんですけど、それが今もうスープラ何千っていうパラメーターがある。そこからやっぱり自分たちがこう日々こう触って、ちょっと書き込んでは触って、ちょっと書き込んでは触って、また写真台回して、また悩んログ取って、また書き込んでの繰り返しを延々にやって、そうやってこうこのパラメータはこうなんだな、なんだなっていうのを見つけてる感じですね。で、まあ、今はちょっとスポーツランドスゴの方でよく行って、まあ、テストしてるんですけども、そのテストの時にうちだとやっぱりダンパーもテストする、ブレーキもテストするんですけども、そのメニューにもう一つ一番多いのがコンピューターのテストのメニューがやっぱり入ってます。で、やっぱり走らせてみないとわからないそのことがいっぱいあります。まあ、もちろんその走らした後にチェックランプついてないかなっていう確認も一つなんですけども、ログを取っていろいろ検証するんですけども、シャーシ台ではちょっと見れなかったことがサーキットでロゴを取ってみるといろんなことが出てたりとか、ブーストが全然シャーシ台であれ何キロかかったのにすぐに行ってログ取ったらまたブーストがちょっと変わってるとか、それはもう最高速も一緒なんですけども、そうやって一個一個こう走らせては検証して、まあ、繰り返しで、まあ、日々開発してる感じですね、コンピューターは。
最近また第二世代の GTR とか、あと実はちょっと古い車が実はちょっと流行ってきてて、シルビアなんかも S13、14、15、この辺もちょっと古いタイプのフルコンなんかも使って最近また人気出てきています。ですね、あとはドライバー、まあうちの、まあ、ドライバーをこう一番初めにですね、そのサーキットをやろうっていう決めた時に FD で始めたんですけども、ハイランドの壮行会かなんかで佐々木選手とたまたま会いまして、まあ、自分もちょっとその時34 GTR かなんかで走ったんですけども、オートバックスかなんかの壮行会 で自分をあっさりこう同乗走行で抜いていく180がいたんですけど、それがそのドライバーが佐々木選手だったんですよね。なんかどっかのオートバックスかなんかのドライバーをしてて、同乗走行をしながら自分が 34GTR で抜かれ、あっさり抜かれたっていう経験があって、そこからですね、もう自分の先輩とたまたまその時行ってて声かけて、この人はなんかすげえぞとなんかあいつは違うぞとっていうのを私とその頃一緒に走った先輩が2人で声かけて、で話したら、じゃあ実は東北出身ですと、こんなイケメンで若い子で東北出身がいたんだと、え、仙台なのって言ったら、いや実は盛岡ですっていうことになって、そこからきっかけで、じゃあ今度さ、タイムアタックちょっと筑波とかでやりたいんで、FD 作るんで走んないって言ったら、もうあっさり OK っていう話をいただいて、でもこの人だったらもう結構一緒にやってて大丈夫じゃないかなっていう感じ のドライバーの初めの印象があったんで、とにかく速いなっていう印象を一番初めに受けました。でそこからまあ徐々にこうやっていく流れになるんですけどね、筑波もやっぱり自分たちの勉強不足で全然こうタイムが上がっていかない、あとは佐々木選手も来てもらっていつも乗るんですけどタイムが出ないから、やっぱなんでだなんでだっていうので、すごいこう初めはドライバーとうちのメカと自分とのこう葛藤がいろいろありました。はい、正直でそこで佐々木選手にやっぱりいろいろ教えてもらったりとか、やっぱサーキット歴では彼の方が長かったんで、いろいろ教わる部分がいっぱいありながら勉強させてもらいましたね。一番初めは前玉選手はスーパー耐久で、ちょうどその頃 Z に乗ってたんですけども、佐々木選手のチームメイトだったんですけども、で初めはなんかちょっとこう気難しそうな、なんか人だなと思ってたんですけど、だん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 打ち解けていきまして、Z 買うんでちょっとチューニングしてよって言われて、エンジンをきっちりやらせてもらって、コンピューターもしっかりやらせてもらって、いろんなタイムアタックに出させてもらったりしてます。まあすごい腕の立つ、年は自分と一緒なんですけども、年は結構いってるんですけども、速いドライバーだなって自分もすごい思って仲良くさせてもらってます。まあ、いろんなアドバイスをもらって、佐々木選手と前島選手には協力をもらってやってます。はい、サーキットにばっかり特化してるってイメージがあるかもしれないんですけども、まあ、この通りうちのお店はですね、ストリートカーがメインでして、まあ、もちろん街乗りのドレスアップの方とかで、そんな方にもどんどんご利用して、まあ、利用してもらっているお店なんで、なんか車ちょっとチューニングしたいな、ちょっとカスタマイズしたいなとか、そんなアルミ変えたいな、タイヤ変えたいな、そんなノリでも利用してもらって大丈夫ですので、メールが多いですね。メールしてもらって、メールで自分のこうやりたいことを言ってもらって、後で電話もらってもいいですし、まあ、どっちでもメールでも電話でも直接来てもらってもいいですし、うちは火曜日以外はとりあえず店開けてますんで、まあ、直接来てもらっても全然 OK ですけど、まあ、このご時世なんで、まあ、やっぱり最近ここ1年はメールがやたらすごい多いなっていうのが感じます。一応設備なんですけども、アライメントテスター、あとは、まあ、ダイナパックに至るまでなんですけども、だけど常に最新のものをこう入れてるように心がけてます。っていうのはやっぱりそのアライメントの機械も実はこの17年やって、これで2代目、3代目なのかな、なんですけど、正直やっぱ日々進化してるんですよね。なんでそういう部分もあって、その時代の時代のやっぱり新しいものをちょっと取り入れてアライメントを、まあ、一番のこの最新のジョンビーンを使ってるんですけども、このアライメントテスターだったりとか、あとはダイナパックも2年前にちょっと新しくなったんですね。今 GO3 っていうのを使ってるんですけど、まあ、これもですね、実はその CAN 通信に対応したダイナパックで、今そのジェネラル OBD を使ってコンピューターのデータを取り込むことが一緒にできるんで、
さっき言ったようにフルコンから今ロムチューンにこうちょっと変わってきてるんで、ロムチューンのロガーを取るのがちょっと大変な部分があるんで、それをダイナパックに入れて、中のコンピューターのノーマルデータをそれで見ながらセッティングをしていくっていうのにはすごい使い勝手が重宝してますんで、まあ、そういう部分でもやっぱり最新の設備があると、高いんですけど値段は、時間も早くセッティングできて、皆様にもいろんなものでフィードバックができるなって思ってます。